ますかと言いますと、すでにちょっとだけ告知させていただいてたんですけども、こちらでオープンキャンパスのスペシャルゲストとしてこのセミナーをしてまいります。ということでね、本日は YouTube のことを忘れてドラムの先生をやっていきたいと思います。スケジュール的にはまず最初にオープニングの演奏をして、講師として生徒の方とかに自分で進めていただいたりして、最後にその神様の言うとおりの CD の特典会があって、今日は一日こんな感じになっておりますよ。それでは早速先生になっていくぞ。おはようございます。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。じゃあ、リハーサル頑張っていきましょう。久しぶりのリハーサル。バンドマンプリン。バンドマンなんやけど、今はい、で登場、紹介プラスで、その後のその参加者に向けて一言って、一言、もう一言で志す人へのなんかちょっとメッセージというか、今後もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回ですね、ベースのスペシャルゲストをお会いさせてしまいました。本日は自分ずっとお会いしたかったです。ラトラト音楽ユニットを結成して YouTube の方も初めてまだ間もないので、なんていうんですかね、皆様と同じ1年生みたいなところがあるので、本日は一緒に勉強させていただけたらいいなと思ってますので、本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃんと聞いたことないからこういうところで、うん、勝手に聞くだなとは思ってます。やりたいですね。一発目のパフォーマンス終わりました。大丈夫やった？大丈夫やった。よかった。よかった。ちょっと結構ミスってしまった。いや全然。久しぶりのライブやったっけ。この後ですね、来てくださった方々に先生をやっていきますので、頑張っていきます。マイクさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに帰郷っていう感じですか今日は？ああ、そうです。地元に僕らもガンガン見てたんでね、マイキさんの映像をね、はい、今日は地元で後輩たちにドラミングをね、見せていただければなと思ってます。皆さん楽しみですか？おさっきライブホールでね、皆さん見ていただいたと思います。ちょっと遠かったよね。今度はちょっとかぶりつきで、それでは今度リリースの曲になりますかね。そうです。新リリースの曲を皆さん、これ結構レアなんでね、ぜひね、いい夏のね、思い出にしていただきたいなと思います。一発かましていただいていいですかね。はい、よろしくお願いします。拍手。イエーイ。ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにドラミングすごいパワフルでスピーディーな感じでマイキさんね、パフォーマーっていうかそのドラミングのね表情とかもかっこいいよね。いろんな表情見てる、そういうのね、あのかっこいいなと思うんですが、ファンの人たちも皆さん結構ね表情豊かに見てましたよ。こうするものがあるんでしょうかね。ああ、だったら嬉しいですね。マイキさんちょっと自分のドラム見てもらいたいって人いない？マジでこれチャンスないよ。ということでマイキさん、僕となんか似たものかな、パワー系というかめちゃくちゃかっこいいです。ちょっとやっぱ自信してる？ああ、いや、とんでもない。やっぱりね。緊張した？彼のプレーを見てちょっと、まあ、いいとこと、ちょっとこれから練習してこういうとこトレーニングしてほしいっていうポイントありました？そんな僕からそんな、いや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 、でもちゃんと先生しないとですよね、はい、スティックはそのシンバルを打った時にこうやって叩き込んだらちょっと音もちょっと濁っちゃうんです、うん、シンバルが一番響く時ってスティックとシンバルが触れる長さが短ければ短いほどシンバルって響くんですよ。だからパフォーマンス的にも音的にもこうやってガッて振り切らずパーンっていった方がかっこいいです。極端に言うともうこれをあーいい音ですね、うん、シャーンって明るい音にシンバルに当てるまでは本気でいいですよ。当てた後にグッと低くなる感じで僕流なんですけど、シンバルの響きってどっかで研究したことがあるんですか？どっかの段階で。結構僕パフォーマンス的にどうしても金物が結構うるさくなっちゃうスタイルなんですよ。だからどう金物をよく聞かせようかって考えた時にそうですね、ちょっとシンバルの音をこだわってみましたね。ありがとうございます。彼の勇気に拍手。マイキさんに質問したいっていう人います？ドラムを弾き始めた時に1日どれぐらい練習してますとか。練習量ね、ちゃんと始めたのが中学校からだったんですよね。吹奏楽部に入ってて昼休みに毎日音楽室に行って叩きに行ってました、ね、学校にいる時だけ集中して15分ぐらいじゃないですかね。あ、1日15分ぐらい。はい、でも毎日ちゃんとやってました。な、継続は力そうですね。ちなみにその学校で練習してた時はどういうあの課題をされてました？本当に始めたばっかりの時は本ってあるじゃないですか、はい、ドラムの基本みたいな、はいはいはい、一個一個違う、はい、いろんな種類のビートがあってそれをひたすらやってましたね。これが16ビートかみたいな感じで。ドラム始めたのがいろんなリズムパターンをやるってあんま聞かないですね。え、本当ですか？本当です。そうだよね。でもね、さっきあの面白いなと思ったのが今回の楽曲って、はい、いろんな要素盛り込まれてますよね。ああ、そうです。僕あそこちょっとね面白かったです。どうですか？祭り囃子。ああ話題っ子パートです。あれはどういったとこから着想を？これ僕も作ってるんですけど、はい、そのパートに入るのが2番の A メロじゃないですか、はい、大体その YouTube とかで見てて1番で聴いて多分消しちゃうって多分多いんで、ってなった時におって思わせたくて曲を飽きさせない。あ、そうですね、6番からもちゃんと聴いてもらえる。アイディア抜群で、しかもこの時期ぴったりで。あ、そうですね。これからまあちょっと目指せマイキで頑張ってる人がいっぱいいると思うんですが何かあのメッセージ的なことがあれば。ドラムもバンドとかもなんですけど、何事もですね、続けることが僕は大事だと思ってるので。なるほど。続けるためにはモチベーションが必要だと思うので、僕はそのモチベーションを普段動画出したりとか、そういうので保ってたりするんですけど、今回うまくできたから、なのでドラムをやるときにドラムを叩くだけじゃなくて何かその先にそのやりがいみたいなものを見つけたらすごいやってて楽しいと思います。ありがとうございました。先生できとったから。みんな真面目に聞いてました、ね、嬉しいね。人生初先生や。これでなんかもっとドラムとか好きになってくれる方が増えたら嬉しいですね。いますよ絶対引き続き頑張ります。じゃあ今からちょっと在校生レッスンを始めていきたいと思います。で今日は特別講師としてマイキ先生が来てくださっておりますので、よろしくお願いします。まあ、しただのああいうフレーズ、このセッティングどう叩くんだろうと思った時にこうやってて、めちゃくちゃそれがかっこいいと思って、ね、フラッシュがここに2枚でこれを使い分けとかすごい好きで、まあね、こっちにあるシンバルをスプラッシュとかに変えてみてもシンバル遊びが面白くなるのかなと思って、こういうのもっと見たいなって思いましたね。すごいですね。ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、というわけでドラムセミナー無事終了いたしました。ありがとうございます。音楽の楽しさというかドラムの楽しさをなんかみんなで共有することができるいいイベントになったと思いますので、本当にありがとうございました。この度は呼んでいただき、あとはですね CD のリリースイベントハイタッチ会が残っておりますので、残りそっちも頑張っていきます。頑張ります。こうやってあの方とかねお会いする少ないですかね、ライブとかにしない限り。近いですからね。お気をつけて。ありがとうございます。本日のイベント終了。お疲れさん、カメラありがとうね。地元の友達に撮ってもらいます。ありがとうね。緊急重大発表、緊急重大発表。